義母先生2。いやさあさあさあ、義母先生の皆さん、はいさいはいさいはいさい、義母先生の皆さん、はいさい。さあ、エイサーの季節でございますけども、等身同意出しました。いい曲ですよね。踊りたくなります。今回もね、ちょっと深掘りしてみたいと思いますけども、モノレールのね、義母レールの、決めるのもやりました。これは確か、あれか。何駅だ？坪川駅かな？坪川駅でも出ました。見てください。リンク貼りますんで。やっぱこの弾きたい人、一番と言っていいぐらい多いと思います。三振やってて。皆さん。チャンチャ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 ンチャン。もうこれだけ弾けるだけでもかっこいいもんね。等身同意。まあ、これは、まあ、エイサーの季節で、そのエイサーのね、フィナーレの曲で、としても歌いますし、まあ、そのライブをやってますけど、私ね、義母和也。一応ミュージシャンなんでね、YouTuber じゃないですよ。ミュージシャンなんで、ライブの最後との締めの曲とかでもやりますし、まあ、その、沖縄のね、この、なんか、イベント、沖縄県のイベントとかでも最後みんなで踊ろうよとか、まあ、この音楽イベントに関わらずも、なんかこう、最後この曲かかった、結婚式でもやりますね。結婚式の最後にもこの曲やりますし、もう本当にこの、ハッピーな曲なんですよね。できて損はないですし、知ってて損はないのがこの等身同意。まあ、カチャーシーの踊り曲って等身同意以外にも、放念音頭とか、まあ、いろんな曲が実はあるんですけども、やっぱザ、沖縄の昔からのこのカチャーシーソングといえばこの等身同意なんですね。唐船というのは、まあ、からの船。まあ、昔中国の名前ね、唐という、名前でしたけど、唐からの船が来たよー。で、昔中国と貿易をしていたので、その貿易の船が来た。沖縄にはないいろんなこのものが中国から運ばれてきたりして、中国とも交流がありましたけど、やっぱそれがその結構、喜ばしいことだったので、あ、船が来たぞー、みんなで喜ぼうと言って、踊り出す。で、まあ、この歌詞、訳出してますけど、シナファヌ短命というおじさんが出てきますけど、まあ、シナファヌ短命はちょっと足が遅いみたいな歌詞が出ます。だからこれも結構なんかね、滑稽な歌詞なんですよ。まあ、等身同意の歌詞も、今回解説出してますんで、よかったらね、見てみてほしいと思います。まあ、その三振のね、まあ、ポイントというか、弾いてみたい方のためのね、動画は別で出してるんですけども、やっぱりその、早弾きの曲なので、最初から、早く弾きがちな人多いんですけど、最初から早く、弾かないでください。最初、ゆっくり、タンタ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 で、練習して、歌の部分もゆっくり練習して、まあ、ゆっくり弾けるようになったら徐々に早くしていく。この方が近道です。僕結構ね、三振のそのレッスンとかでも、この曲弾きたいって言って、その音源の速さでいきなりやろうとする方多いんですけども、その音源の速さでやってもできません。そして続きませんので、まずはゆっくり、分解して、そのブロックに分けたりして練習して、その最後くっつけて、で、できたら速くしていく。で、1番ができたら2番、3番、4番と歌詞をはめていってみるみたいな流れでやってみるといいかもしれません。はい。今週は、等身同意。やりました。あなたもぜひ等身同意歌って踊れるようになりましょう。